日本選手最高の9位に入っております小菅麻里選手、3種目目は平均台であります。13歳の全日本チャンピオン、2年連続この入りにご注目ください。成功だ。伸身宙返りで入って、伸身宙返りで2回続くわけですね。そうなんです。この連続が素晴らしいんですね。もう小菅選手しかできませんね。はい、残念ながら全日本選手権の時は失敗してますので、で今回は頑張ってきましたね。はいはい、入りはあの練習の時はね、散々失敗してましたけどね。はい、一発勝負で見事に決めましたですね。おっと、ちょっとぐらつきました。高さは1メートル20センチですが、幅はわずかに10センチしかありません。その台上でのあの入り技は実に鮮やかであります。前転飛び、何かこうパワーがあると言いますかね。そうですね、小菅選手のいいところはやはり足腰のバネの強さでしょうね。折り技にもこの選手ならではの技を出しますからね。そうですか。楽しみですね。後転飛びから後方の宙返り、これもピタッと決めております。10メートルの台上です。時折バランスを崩すシーンも見られてますが、なお先ほどの床尻橋は 9.80 です。さあフィニッシュを一つ決めてもらいたいところですが、はい、ここですムーンサルトです。あれは一瞬でやってますか。そうですね、これはかなりの高得点になってますね。出来栄えとしてはいかがですか。そうですね、細かいぐらつきはありましたけれども、はい、技の難度といい、はい、まあ、安定性